続いての企画はジェスチャートゥービー。さあ、アーティスト役者として表現力のあるみんなならできて当然のゲームだということでございます。しかもこのゲームに成功すると日々の疲れを癒してくれる超豪華プレゼントがもらえるらしい、なんだろうということでございます。全員にもらえるみたいですよ、成功すればね。はい、ちょルールを説明しますと、 2B にまつわるお題をジェスチャーだけで次の人に伝えていく伝達ゲームです。全員参加で順番に1人ずつ伝達します。答えを言わなければどんどん喋っても OK だということです。そして制限時間は1人15秒以内、終了の合図は SE でお知らせします。最後の人が何のお題だったか答えていただくということでございます。豪華商品がありますので景品が、はい、それをかけてやっていきたいと思います。はい、じゃあ順番決めましょう、ね、前に来ていただいて、はい、すごい、どうしよう、これ一列になっていただいて、お題を見えないようにみんな後ろに向いてもらってやりますよ。バラバラ順番は、順番バラバラにしましょう。バラバラに、この辺か。そうか、最初はね、最初はちょっと俺が行った方がいいかなと思うんだけど、あの最後はちょっと絶対行った方がいい、やりますよやりますよ、いいですかこの順番で。うわ、じゃあ僕最初やって、僕は大東にやるんで、それ以外の人は向こう向いててもらって、見えないから見たいと思います。さあ、じゃあ始めましょうか。お題の方、じゃあ僕に、じゃあ後ろ見てて、はい、そうそう、お題の方見ます。はい、もう、もうですか、怖い怖い、めっちゃむず、なんだ、なんだ、わかりました、わかりました、15秒ですね。はい、じゃあこっち見てお願いします、はい、それでは早速始めていきたいと思います。ジェスチャートゥービースタート。はー、どっちだ、あれ、なんか2個見えるな、2個見える、怖い怖い難しいじゃあ次大東、じゃあトントンして、そら、あ、そうそうそう、はいはいはい、それでは始めます。ジェスチャートゥービースタート。はー、これも重要なんだ、これ、あ、そう、それも重要なんだ、あ、そうです、全部重要、あ、そう、それもすっごい重要、重要、はい、トゥービーのメンツのゲームですからね、はいはい、あ、それ数字、いいよいいよ、それがわかんない、なんだ、いいね、はい、終了でございます。じゃあタイガ、そして2個ある、いきます。2個って何、はい、それではジェスチャートゥービースタート。はー、リムレーズあります、はいはい、ほらほら、大事、それ大事よ、何これ、大事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 、はい、大事よ、わかりました、大事よ、ここ大事、分かった、分かった、多分大事、影もう分かった、分かりました、分かりました、これが大事、 OK、 じゃあもう行こう、はい、オーケー、じゃあ影から、え、見ると、いいよ、振り見て、はい、いきます。それではジェスチャートゥービースタート。どん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 、もう何もやってない、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 普通のミスじゃん生放送ですからね生配信ですから、はい、いきます。じゃあそれではジェスチャートゥービースタート。あー、はい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 、え、いいよ、それ何、いいよ、これが分かんないの、いいよ、あ、分かんないの、いいよ、これいいよ、いいよ、はい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 、重要、それも重要、それも重要、それも重要、これが重要、それが重要、それが重要、マジで分かんない、オッケー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 、じゃあみんなとオッケーね、よし、いきます。じゃあ次はケン君、いきます、それでは参ります。ジェスチャートゥービースタート。あー、大事、大事なのよ、これも大事、分かんないです、僕も大事です、あ、これ、あー、いや、ちょっとブレてきたな、これ、いやー、どう映るかな、じゃあケン君、怖い、これ、ネタ割ったから、そして新たです。それではジェスチャートゥービースタート。あれ、これ港だな、これ、あれ、うわー、やばいやばい、あ、でも、いやー、あ、あ、そう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 、もう分かんなくなった、え、よし、あなた行きますよ、そしてジン、踏みてください、行きます、それでは参ります。ジェスチャートゥービースタート。あー、あらら
らららあらら、あ、もうほうほうはいや、そんなにやつになんすか。そう、なんだよ。なんか2個起きてるのか、はい、え、もう一回やって、もう一回やって。そうそうそう、おーおー、あ、終了終了だ。さあ、そしてヨコですね。ヨコ振り見てください。いきます。はい、ジェスチャートゥビースタート。パーン。おー、はいはいはい、これはもう分かりますよ。はいはい、おー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 、え、なさい。いや、それも大事なんだ。そんなんでしたっけ。大事なのよ。え、そんなんでしたっけ。大事大事。俺が知ってる。俺が知ってんの。怖い怖い怖い。そうきたか。いや、翔くん、じゃあ翔、いきますよ。いきます。ジェスチャートゥビースタート。パーン。なんだ、え、なんだこれ。俺もでもここで来たんですよ。終わり。はい、まだまだ見れるよ。もうちょいやって。これ来て、これ来て、あ、さあ、ショーがバキですね。ジェスチャー、ジェスチャートゥービースタート。パーン。えぇ、マジっすか。えぇ、いつの、何か加わってるぞ。なんだあれ。何かわからん。さすが。今のだったんですもんね。今のだった。さあさあさあ、そして岸、はい、いきますよ、はい、ジェスチャートゥービースタート。パーン。ほい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 、なになに。あれだ。終了。さあ最後です。元井来たんすよ。いいですか。いいよ、いくよ。え、お願いしますよ。はい、はい、それでは参ります。ジェスチャートゥビースタート。パーン。キシ君。いや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 、もうこれ、うわ。え、え、何なの。終了。さあ、お時間となりました。どう、元に何か方向性としては何もないですよ。でも伝達、まあ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 聞いてみようかね。13番目のね、元井くん、お答えください。え、ふざけてる岸くんですよね。正解。え、いや、これはね、ちょっとね、やっぱ小あたりがぶっ壊れてたからな。そうっすよね。え、俺っすか。いや、そうっすよ。なんかやってたじゃん。いやいやいや。じゃあなんか分かりづらかったから、俺が解釈をしてやりやすくしてあげた。違いますよ。もう盛られてたよ。やってたもんだって。なんかアレンジエグすぎました。マジで。嘘でしょ。アレンジが。ごめん。じゃあ俺の責任なのかな。ね、いや、なんだと思った、まあ、最初。え、僕最初本当に2個見えちゃって、うん、でもこれは本当にそのまま渡さないと大事故になると思って。うん、なんだと思った。お化粧関係。おお。化粧関係。おお。こう、パッパフポンポンポンの洗顔バシャンみたいな。おおおお。イメージでした。しっかりでも誰かっていうのは出てこなかったけど、ちゃんとジェスチャーを伝えたとかね。なんだって。え、トゥービーにまつわることなんですよね。そうだ、トゥービーにまつわること、ね。このメンツのことだから、ね、外しちゃまずいのよ。ただ俺は最初絶対これはやってない。どうなってんすかそれ。いや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 。え？化粧関係。いやこれ俺も悪かったのかな。どっから変わったんすかこれ。これ言っちゃった方がいいかな、答え。聞いてく？うん、じゃあ影とか。あ、なんか聞いたっけ？なんだ。あ、でも僕はこれでケン君なのかなと思って。おお。美容ってさっきやったじゃないですか。おお。確かに。まさに。でこれなんで、なんか通勤。おお。なのかなと。めっちゃ近い。やば。近い。僕もそうですね。あの、まあ電車乗ってるんだろうなって分かりましたけど。そうなの。これがマジで分かんなかったです。いや本当に。え？そう、それのイメージあるじゃんね。ありますあります。え？うん。で見ろ。ゴート。あ、そうなんだよな。そっちなんだよな。完全ゴートだと思いました。ゴートな？何倍の皆さんの。なんか化粧品系みたいなとか。どういうこと？ケン君、
え、ゴートを踊りながら化粧水をつける三宅健かと思ったの。うわうわうこうなってもこうなってんのかと思った。え、こうやってこうやってからの、なるほど。そうだ。そしてあなたはどう？同じです同じです。あ、こうやって通じたんだ。ゴート踊りながら化粧水つける三宅くんなのかな。通じてたんだ。いや、俺も一緒です。ゴート踊ってる、さっき三宅くんのあの塗ってたの出たんで、絶対そうだと思って。おお、ここじゃ通じてたんだ。ゴートの振り間違えて、もう自分ダメだーみたいになってる人だと思ってました。誰かね。いや、ここじゃん。ここだよ。でも、でも同じでしたよね、僕。いや、全然違う。いやいやいや。え、俺っすか。いや、ゴートのも振りが違かったんだよね、多分。いや、それはなかったの。そうなのよ。どうやってやったの。だから、こうなのよ。こうやって俺伝えたの。いやでも待ってください、このナンバーエの2人に囲まれてゴート踊る俺やばいっすもん。だってめっちゃ緊張しましたよ、だってプレッシャーが。で、ショーは？ショーはどうなったの、あれは。いや、俺はその海すら化粧水にするダンサーどういうこと？いや、わかんないですよ。海すら化粧水するダンサーね。で、それを受けてバッキーが？僕はイルカショーのダンサーだと思ってこれが TOB にまつわることだってば。そう、イルカショーに参加してる、ね、誰かなのかなと思って。なんか踊りもちょっともうプカプカ浮いてるし。ああ、そっちのイメージかってかなと思ったんですけど。で、騎士は？俺は水泳してるそのウェイター。おかしい、おかしい。 2B なんだって。 2B ないなんだって。でも顔こうやってたんで、なんか化粧はしてるなと思って。でもそこ忘れたんですよ。そうなんですよ。なるほどね。ということで、と正解を見てみましょうか。どうぞ、こちらです。釣り革につかまる三宅健くん。あ、あ、そこはきっかけだったんだ。そうだ、だから俺、釣り革に捕まるって、で、これ揺れないとちょっと電車とかバス感出ないじゃないですか。だから俺こうやって、こうやって上までこう向いてこうやってやってたんですよ。あ、なるほど。そう、そしたら横の揺れの声に始まってって上になっちゃったんだ。みんなゴートになっちゃった。気づいたら最後こうなってたから。もう、無理でしょ、これ。いや、最近だとやっぱこれやられたらもうゴートだって思っちゃうじゃん。そうだ、それがまたお題のいいとこだったんですけどね。さあ、ちなみに、ね、超豪華プレゼントって言ってましたけど、こちらになります。正解していたら、実は楽天トラベルさんよりご提供いただきました関東近郊の高級お宿で癒しの旅を差し上げる予定でした。行きたかったよ。行きたかった。行きたかったよ。行きたかったっすよね。ああ、そんなの別にゲームとかなしに連れてってくれよ。確かにそうよ。マジか。いや、結構難しかったなこれね。めちゃくちゃ。いや、みんななんか面白いね。なんか 2B の中だけだって言ってんのに、なんかダンサー出てきた。誰だろう。平野くんの解釈のこれ結構問題じゃないですか。そんなことやってない。じゃあ横がなんかやってない、やってない。溺れてたのよ、なんか。なんか今めちゃめちゃそれもあるんだよね。ありますよね。そうな、こういう振り付けがあるんだけど、なんかそう絶妙に間違えたって言ってたのが、もうなんかこう。潜っちゃった。いやいやいや、潜っちゃってた。そんな潜ってました。めちゃめちゃ潜ってた。じゃあ横だ。マジか。俺のせいか。ゲームは失敗でございました。じゃあ皆さん、ちょっと席に戻りましょうか。残念だったね。みんなでね、いけるかなと思いましたけども。楽しかった。